大丈夫。次リビの先生。ドキドキ。どうだ。リビちゃんが一番心配ある。今回は先生との面談をできる限り再現してみました。いただいて申し訳ないのですが、リミちゃんは心配するところが全くありません。シホちゃんと一緒で、一言で言うととても頑張っていますね。そうだ。言った瞬間なんか先生がすいません、すいませんとか言って、リミちゃんなんですけどって言われて、えぇ、ー、ってじゃあなんか、ねえ、パパも行ったのは実は今年初めてで、二人でわざわざ来ていただいたのにみたいな、こんなこと言うのは何なんですけどみたいで、えぇ、ー、と思って、びっくりした、びっくりしたよ、ドキドキした、来たなんか何も言うことがないんで頑張ってて、すごいリミちゃんちょっと聞いてみる、うん、真面目だし、一番前の席にいてリーダーにもなれるし、周りの生徒に教えていたりしています。はい、教えてんの？勉強、意味が終わったら、うん、分かってない人に、なんか教えに、教えたりしてるって教えてる？してない一回一回一回だけなの？でもなんか、リミちゃんはいつも教えてあげてて、わかんない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 ね、わかんない、わかんない、自分では、自分では意識してないもんね、その本当は、席替えをして、いろんな子の隣にしてみたいのですが、目が悪いと言っているので、一番前の席になっているんです。学校では、どの授業も一生懸命取り組んでいるし、ちゃんと理解しているので、言われたことだけじゃなくて、プラスアルファのことを工夫してやっていますし、勉強だけじゃなくて運動もできるから、休み時間に校庭で男子を追いかけているのをいつも見ています。男子追いかけてんの？男子追いかけてんの？おにごっこ、あ、おにごっこね、私逃げる派なんだよね。でもね、なんか鬼なの。鬼なの？鬼になりたいの？だからね、鬼の糸にタッチしててたまに行ってね、うん、あ、自分でなる。そうだ。リミ足速いもんね。私逃げる派なんだよね。リミ逃げたいかな。逃げるのね。急にタッチしてる、知られるから怖いんだ。そっか。アイデアが豊富なので、係とか当番になったらいつも率先して取り組んでいます。しほちゃんと違うのは、人前に出て目立つタイプじゃないことですね。しほちゃんが2年生の時の担任の先生なんですね。そうなんです、ちょうど2年生の、そう、同じなので、しほちゃんのことももちろんよく知ってて、そう、知ってるんです。で、去年もね、担任じゃなかったけど同じ学年の先生、同じ学年の隣のクラスの先生だったんで、すごいしほちゃんのこともすごい知ってて、控えめなので、もう少し前に出ても良いと思っていたら、この前の七夕会でコントをやっていたので、自分の殻を破ったのかなと思いました。自分の殻を破った、自分なんかコントで面白いことやってました。何コントって？なんかお友達と面白いことを七夕会で、なんか前でやった、やった、まあ、何やってない？いたね、役職係、役職係、あ、ルールとか説明するやつね。そうだよ。へー、すごいじゃん、ちゃんと話せたの？でも先生が言うってことはちゃんとできてる、ね、メガ進化した、メガ進化、みんなわかんないと思う。そうだよ、みんなメガ進化って言ってもわかんない、ね、授業中の発表は先生がさっとできるのに、なかなか手を挙げてくれません。先生が後ろを向いているときに手を挙げて振り向くと、手を下げるのを見たことがあります。1年生と同じことをやる。で、授業参加の時もママたちがいる時はあげないで、ママたちがしーちゃんのとこに移動したと同時にあげるって言ってた。そう言ってた、あげたよって言って、もう2回連続あげないって言って。じゃあ次ミミちゃん誘おうかなと思うと、ミミちゃんが珍しく手をあげて誘うと思って、次になったらあげてないんだって。次はリミちゃん誘うって先生決めてたのに、次言ったらあげてくれなかったとか言って、先生がっかりしてたよ。でもなんかそれでもいいって先生は言ってくれてたけどね、うん、徐々にね、あげられるようになれば別にいいですよって。ほんと全てを褒められた感じだったね、リミちゃん。通知表どうかな、私が2年生の頃の通知表と比べてみようか。うん、あるよ、まだ
まあ、一例中からありますよ。女の子にも男の子にも人気があって、学校は楽しく過ごせているみたいです。よかったじゃん。学校楽しく過ごせてるの？なんか意外とモテるらしいんだよね。男の子にもモテるらしくて、なんか女の子にも男の子にもモテんの、うん、いいねいいね、でもね、そういう話をね、なんか、しほちゃんの時はなかったのにって言ったら、そんなことないですよって言ってた。そう、あの、よく聞いたらね今もいるって。でも、しほちゃんそういう話題っていうか、そういうの全然気づかなそうだしね。気づくわけないじゃん。リミのことはどんどんお家で褒めてあげてくださいって言って、ね、褒めてくださいよって。リミすごい、リミすごい。お家でも実践してますか？お家でもその頑張りを。ちょんまげ。私たちはこんな感じで終わりました。終わりました。いいリミ。それでは、バイバイ。グミ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 ビア。三次元おい。